通したはずなのに、またループか。何が間違っている。僕は完璧なはずだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。完璧である僕が僕なら、完璧でない僕は僕ではない。じゃあ今の僕は何だ。何度もループするにつれ、僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず、自信も消え失せ、わからない、僕は。さまざまな記憶が体の中から消えていくようだった。だけどどうしても消えない記憶があったんだ。それは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時あの場所で僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わっても、あの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時、そこで解放されたというわけで。そう。いい風じゃない。